野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、今日、ドラフトです。ね。今日ドラフトっていうことは、里崎チャンネル、仮想ドラフト、ね、1位に出てますけども、なんと今回は、ファンの人が選ぶドラフト1位候補です。ね。だから、コミュニティでアンケートを取って、これはもう、ファンの、もうそのチームのファンの皆さんが、誰が1位で行った方がいいっていうのを、はい、得票していただいて、それをまとめたファンの皆さんが望む仮想ドラフトです。そうですね、今回は、はい、要はファンの人たちが自分たちが応援するチームの今のチーム状況を見ながら1位をこの選手が欲しいってことでしょうか、はい、まあ、その目線も面白いね、はい、でそれを受け取って佐々木の1年間総チェックしてきた中でこのチームにはこの選手がいいんちゃうかっていう目線と、ファンの人が1年間見てきた中でこの選手がいいっていう目線と、うん、合わせて球団はどういう判断するんやと。ね、そうですよ、そこにおいおいふざけんなと、こっちの声一致してんだぞっていうのもあるし、うん、はい、ね、あとはチームとね、どこまでの意思疎通があるかだからね、それは面白いよね、うん、ファンの人の逆にこう外れ、例えば競合で外れて、うん、次誰を行くのかとか、うん、そのファンの意見が入るのかとか、うん、また、うん、客の野手を行くのかとか、うん、いいね、そういったところもね、うん、あと変わりどころあるいんのかな、変わりどころ、ね、気になるよね、気になりますよね、うん、はい、正式ドラフトのように発表していこう。いいですか、うん、今日5時半から僕、うんうん、新高菜プリンスで呼ばなかったんで。あ、そうだ、はい、じゃあ読んでよ、ちゃんと、はい、もうちょっと横練習しておきます、ね、頼んで、いいですか、ファンの方がいるドラフト発表します。第1選択希望選手、中日竹内夏樹投手、国学院大学ピッチャー、ピッチャー左、左ピッチャー行くねんな、はい、佐々木チャンネル的には上田君だったけど、上田君は、はい、ピッチャー、ピッチャー左、あ、じゃああれ大野、うん、小笠原に続く左で、うん、やっぱピッチャー欲しいねんな、なんか2軍がおらへんっていう情報もあるもんな。いいんですよね、ピッチャーが怪我がね、はい、だピッチャー欲しいねんな、あ、ファンの人、そういうことですよね。第1選択希望選手、北海道日本ハム渡来龍樹外野手、エネオス渡来、渡来よ、1位、1位で日本ハム、はい、外野いる。だって松本剛、万波いるよ、磯畑もよ、もういらん感じ、あ、セカンドもいけるか、セカンドいける、そこを見てるかもしれないです、加藤剛いるで、加藤剛介ちょっと後半落ちちゃったじゃないですか、うん、それ争ってでも取ったばっかりやで、元メジャーリーガーやで、でも、ま、郡司選手をセカンドに回したりとかいうところも踏まえたら、うん、ファンの方が二遊間を固めたい、ピッチャーちゃうファンの人、渡来なんやな、ファンの人は。そうなんですよ。やっぱこれは、加藤は残留っていう見方なのかな。わ、わざわざもポスティングでしょ、ね、おお、でも別にファンの人なのからね。はい。うん、じゃあ続いていきます。うん、第1選択希望選手、東京ヤクルト、竹内夏樹投手、国学院大学。一緒やな。一緒ですね。もうでも竹内君、人気も。ファンの人にも人気やな、はい、竹内君。竹内君に関しては、うん、里崎さん、高松さん、僕、全員一緒で、ファンも一緒で、一緒なんですよ、全員一緒で、今日の本番、誰行きかって話やで、ズケやったのに、そっち行ったみたいな、これはこれ面白いな、はい、初の一致だからね、そうですよね、じゃあいきます、第1選択希望選手、埼玉西武、細野晴希投手。東洋大学、お、細野くん、西武、はい、おー、まあ左、まだ行く、行く、隅田、佐藤行ってるのに、うん、まだ左行く、左行くと、もうそろそろ高橋君がいなくなるぜ。来年ポスティング許してくれてないけど、はい、3人ぐらいね、1個も分かんないから、うん、おー、左ね、左で、あ、初だね、左が欲しいんですね、なあ、ね、でもファンの人はな、これだって俺らが決めてないからね、ファンの人の総数だからね、そうだね、うん、それ文句言えないから、言えないですね。第1選択希望選手、読売、細野晴希投手、東洋大学、ジャイアンツ、ジャイアンツ、左、まあ左おらへんもんな、横川、あ、横川、はい、グリフィン、メンデス、うん、メンデス、外国人やもんな、で高橋優希もな、ちょっと、井上温人投手がね、期待されてましたけども、そう、バリバリおらへんもんな、おお、そっち系ね。球速いから。そっち系ね。そっち系の左ね。行きたいと。第1選択希望選手、東北楽天、細野晴希投手、東洋大学。人気だね。人気ですね。早川も行ったけどな。
でも俺らも楽天放送なんだよな。そうですよね、うん、一致してますよね、一致してる。石井和久さん好きそうって話してね、好きそう、うん、はい、大丈夫です。第1選択希望選手、横浜 DeNA 渡来龍樹外野手、エディオス外野、オースティンかな、出られへんから、ね、固めたいというところと、次がもう次が来けへんもんな、はい、筒香戻ってくる説もあるけどなどうなんすかね、どうそこちょっと分からへんけどな、もしかしたら渡来選手内野手セカンド牧いるからやってるところで、うん、牧さんをファーストに回したりとか、もしくはサードにコンバートして宮崎選手の後とか、あ FA とかあるんでねえ筒香、ね、ファーストとかもあるかもしれないでしょ、渡来 ね、はい、欲しいんだね、欲しいみたいですね。第1選択希望選手、福岡ソフトバンク竹内夏樹投手、北学院大学、まあ、即戦で、即戦、まあ、ピッチャーどうな、どうどうにかしなきゃいけないしね、そうですね、まあ、うん、我々の予想では細野君じゃないかなって、細野君行ってね、で抽選化けて草加君行ってきたよっていう話やったんですけど、ここ竹内君、そっちね、はい、ということで第1選択希望選手、広島東洋常広隼人投手、青山学院大学、もうだって公表してるもん公表してる公表してるから、だからファンの人ももうそれでいいってことでしょ、はい、そういうことですよね。第1選択希望選手、千葉ロッテ渡来龍樹外野手、エニオス、渡来だ、渡来、ファン的にはロッテいや高部と高部どうするの、もう切るん時間がかかるということじゃないですか、いやもう今年1年休んだよ、またなんかそっか手術するんですか、そうだダメなんかな、え、時のオースティン化しとかもしれないですけど、オフな私ですって、でも藤原も諦める、やっぱファンの人ももう物足りんのやろね、そういうことですね、結局、うん、野手のもう物足りなさを感じてんだよな、うん、結局はそうかもしれない、っていうことはもう育成かドラフトの失敗だからね、うん、もう誰か責任取んないとそうなんです、ね、野手はそんな1位から言ってたらね、はい、何取ってんねやって話や、でもここで1位でショートが選ばれてないって良かったですね、でもショートこれまず仮に上田西の横山君とか入れたら僕らもおおおみたいになってるじゃないですか、ショートだったらショートかそれもう編成も首やで、でもまあ渡来セカンドも守れるやん、守れるんです、最後中村試合出てなかったからですよね、もうお前いや、また野手ガチャファンの人もガチャ好きだね、うん、育てガチャばっかりじゃなくて、そ育成育てよ、育ててほしい、取ってんねんから、それがもうそのガチャ責任取んなあかんねんそんなもうしつこいガチャしてたらでもファン、でもファンの人だもんね、なんで球団じゃないこれ、ファンの人が言ってるやつだから、ファンの方なんですよ、うん、ファンの人物足りひんねんもう、はい、野手に恥ずかしい、もう選手頑張れよお前、第一選択希望選手、阪神常広隼人投手、青山学院大学、右ね、右、あ常広ね、まあ我々西舘君を出しましたけど、うん、まあ迷いましたもんね、あの時先行でもね、そうそうそう、まあ、そうだから、うん、そこでまあ常広やっぱ細野竹内人気だね、人気ですね、やっぱり今年やっぱビッグ3、大学ビッグ3言われてへんけどでも意外とここまで下村君の名前が上がってきてない、そうやな、下村、あとは前田君、お前田ね、高卒ね、はい、あと小蛇君、小蛇、上田君、あと西舘、上田、はい、来てへんだ、そうですね、うん、意外ですね、でもね、うんうん、はい、第一選択希望選手、オリックス前田優投手、大阪桐蔭高校、もうファンの人も育てるうまさを自覚してんだろうね、自覚してます、で地元やし、でそんな別に慌てていらへんから、はい、こっからもう1、2年で山下俊平だとか、はい、もう未来に来るからそれで行く感じ、左おらへんしな、山崎幸は FA 問題あるしな、どうなるかね、そうですね、うん、もうダントツですよ前田君のこれ評価、へー、はい、でも俺らもオリックス前田君だったよ、前田君ですよ、うん、でも抽選外してよ、外しますよ前田君引いたよ、そうですね、うん、外れ第2巡目で選んだってことで、そうそうそう、前田君引いたよ自分で引いたよ、僕は引きましたよね、そうそうそう、引いたよ、あのロッテと西武とオリックスやって引いたよ、そうそうそう、甘いものってそうやそうや、前田君オリックス入団してたオリックス入団してた、仮想で言うとね、で2位がオンダソン、オンダソンで、あちゃちゃちゃ、東オンダ、東オンダ合ってたんですね、一致してるってことです、思惑がファンの人とね、あこれ嬉しいですね、まださこの時の仮想ドラフトの発表出してない時だからね、出してないです、意思疎通できてるの、できてます、なのでまあここね今手元1、2、3位まで見るんで、中日渡来君2位よ、2番目に多い、あまあ大島かな、もうベテランになってくるから全試合無理だからね、はい、野手も欲しいっていうところが1なんですよ、上田君3位、これもうね地元やのにな、ねえ、ヤクルトが2位渡来君、あと常広君が3番目、
で巨人が細野、西舘、竹内。あ、西舘ももうちょっとで細野君抜いてたから、やっぱり中央やからな、新之助が監督になってね。で DeNA が渡来、竹内、細野、広島が常広、真鍋、細野、まあ、真鍋が地元やからな。で阪神が常広、前田、西舘、でも前田君も1票差だから、まあ、若いの阪神ね。日本ハム、渡来、常広、細野、で西武が細野、渡来、竹内、イーグルス、楽天が細野、西舘、前田で、ソフトバンク、竹内、常広、細野、ロッテが渡来、細野、前田、オリックス、前田、真鍋、東恩納。オリックスだけもう強いの自覚してるから即戦誰も入れてない、入れてない、ファンの人も余裕、すごいね、これすごいっすね、これのファンの人も余裕の選択だね、余裕、山本由伸投手が抜けるかもしれないのにしっかり高校生全員高卒ないからね。あと、まあでもほぼ一緒だね、みんなね。そうですね、少数東恩納君ぐらいちゃうな、オリックスのね。でロッテも、あと上田君か、ロッテもね、これね、そこには書いてないんですけど、4位にこれ早坂君を入れてるんですよ、早坂音君ね、まかりそうな、まあ、ファンの方も、まあ、地元だしね、うん、思ってるということですね。あとこの得票数がね、広島ちょっと全体的に少ないよね。これどうしたん、これカープ一応そうやで、カープファンの人おかしいですね、おかしいな。もしくはあれかな、もう1位発表してるから投票するっていうのに興味を失せたのかな、もう公表してるから、球団の方針に従うみたいな、もう決まってるから別に今更みたいなね、乗っかってきてないのかな、気になるか、うん、まあでもね、この後だから、そうですね、あ、どうなるのかね、ファンと人の思いが届くのか、佐々木の思いが届くのか球団の思惑はどうなのかね、はい、ぜひね、あの今回はファンの人がね選ぶ我がチームのドラフト1位発表しましたけども、まあ、佐々木チャンネルとリアルも含めて、でどうなるのか皆さん楽しんでいきましょう。さあ、誰があなたのチームのドラフト1位になるのか、もうすぐドラフト会議スタートです。